君がどうせんかいね、なんだあんたら。ふん。なんだかんだと聞かれたら、答えてあげよう、ホトトギス。我々は。ああ、またなんだい。これからがいいとこなのに。いや、念のため聞くけどさ。あんたらこの後、返信とかする予定お、鋭いね、君。 変身はヒーローの条件だけど、僕らはそういうのあまりしない主義でね。ああ、そう。そりゃよかった。じゃあさっさと帰れーっ。あー<笑><笑>たくなんなんだ。最終回だったのに、こんなにでかい子まで登場しやがって、さっさと大地復活させなきゃ。そうはいかないな。はっ 枯れ果てた大地の流脈を活性化し蘇らせることのできる仙人のことを銅線と呼ぶと聞く一見素晴らしい仕事に思えるが地上の人間にとってはこれほど理解し難いものはない急激なエネルギー注入により岩盤は変化し地上では地震が起こる君のようないかにも初心者銅線のいる土地は特にヤバいエネルギー注入をサボって一気にまとめて入れたりすると そりゃもうでかい地震が来るからな。人の信用もあったもんじゃない。びっくくて、随分、銅線について詳しいじゃないか。俺ほとんど知らねえしな。まあ。我々は君らの仕事を止めるつもりで来たのではない。悪の銅線を探しに来たのだ。え悪そう。あれは先月の映画館だった。 いい話ですね、お父さん。ああ。ちょっと困りますよ、お客さん。今日は招待券を持ってないと入れないんですよ。まあ、そうカリカリしなさんね。言われんでももう終わりじゃろうが。まったくどこから入ったんですか。<laughs> 悪の気配。わかったわかった。帰るわい。ほれ、作願か。 言うわけなのだ。そ、それって。わしかのど、どうしっ見つけたぞ、どうせ君らが指定だというのなら話は別だこの勇者アレックスが成敗してくれるレキオどうし、どうしてくれるんですかあとちょっとなのに

あれ当たり前じゃこの青に最様あお前ら男性様やっとあそこから脱出できました残りのエネルギーも全部振り込んでおいたわよおでかしたよし逃げるぞ弟子よはい待てシテンコー 数日後どうしなんでこんなところに飛んじゃったんですかしかもあいつらまで君ゲームの発売を2回も延ばしたそうだね待ってる子供たちのことを考えたら見過ごせない悪だと思うがどうかね ゲーム作るのってお金になるかしら試練じゃ。<お>早くゲーム出るといいわね。そうですね。